はい、アカシックサーチシンです。またそうかそうか。同じ紙か。チョビマルさん、シンさん、こんにちは。性同一性障害はどのような仕組みで起こるのですかという質問の、今回2ということで、2です。お送りいたします。まあ、後編と言いますかね。はい、まあ、2ですね。で、前回のこの、1の方の動画での、私の見解と言いますか、回答というのはですね、まあ結局わからないという形の動画でしたね。はい。ホルモンシャワー、生まれてじゃないや、妊娠3ヶ月目で浴びるホルモンシャワーによって、性の、まあ、決定がされて、認識ですよね、いくといった、まあ科学的な根拠というもの、の認識ですね。私の。この認識はですね、私がいつぐらいからあるのかなと思い返すと、やっぱり20年ぐらい前にこの認識、多分私に入ってるんですよね。確かテレビ番組でそれを言っていて、ああ、そうなんだという認識。で、まあ、それ以上でも、それ以下でもなく、そうなんだという感じで今までやってきて、で、この質問を受けて、その私の認識がどうかというところですね。はい。その私の認識に突っ込んできた、香ばしい人がちょっといましたね。はい。まあ、こうずれてるというのが、ああいう熱くなる人は多分わからないと思うんですけども、その認識に対して、サーチをかけたらヒットしなくって、あれ？と思って、で、あれと思ったので、そのまま動画にしたんですけども、もしあれ普通にヒットしてれば動画にしてないと思うんですけども、ヒットしなかったので、あれという思いから動画にしてということですね。で、まあ、いろんなコメントが来ていて、魂に性別があるんじゃないかという、まあ、仮説をコメントしていただいたりとかですね。これはね、反応ないんですよ。まあ、これは違うなっていうのは、まあ、魂自体に性別なんてないんで、まあ、私が言っている輪廻転生というものの前世に該当する男性女性の比率によってということでなんですけど、まあ、魂の大半は精霊のようなものなので、面積というか体積的には。性別といったものは、前世のどういった魂が混入されていようと、まあ、出ないので、魂説は、まあ一応違うということで、ウィキペディアで性同一性障害、まあこれ以外にも、解離性同一性障害とかあったり、まあ簡単ではないですよね、この分野。あと、この言語自体を廃止する傾向もどうもあるようですね。はい。ちょっとどういった名前にするのかは忘れましたけど、学会自体はこの名前を今でも使っているということなので、まあ問題ないということでこの名前、名称を使います。で、科学的には、解明されていないという、ウィキペディアでは書かれてて、あれ？あ、そうだったんだ。この20年間で、ね、変わったんですかね。はい。まあそのあたりはまあさほど重要なことではなくて、あくまでも全動画というのは、私の認識に対してサーチをかけて反応がなかったというのを発表した動画。まあそれ以上でもそれ以下でもないわけです。香ばしい人がなんかいろいろ講釈垂れてましたけど、攻撃目的でコメントに入っているので、攻撃目的で文章を書くとね、意図的に難しく書こうとするんですよね。だからもう、読んでても何を言ってるのかわかんなくて、まあ、残念ながら、まあ、流し読みでしか読んでなくて、参考にならなくてというところなんですが、今回の2に関しては、具体的に、じゃあ何が原因なのかというところ、まあ、この仕組みとまでは言え、まあ、到達しませんが、ちょっと探っていく、サーチをするという、動画となります。臓器的にどこの要因、まあ、原因というか一番大きいのかなをちょっと出してみようかなと思って、
まずは普通に考えるのは脳みそだと思うんですよね。やはり脳の状態、それがホルモンシャワーによって起きたという、ホルモンシャワーによって起きたはヒットしませんでしたので、脳がそういう状態になる何らかの原因、その何らかの原因はちょっと今は割愛で見なくて、脳による作用という、脳が発信源ですよね。なっているのかという、ざくっとした見方したら、これ反応がなくてですね。じゃあそれこそ心臓かみたいな。当然これも反応がなくて、あるわけないんでしょうけど、どうしようかなと思って、脳じゃないってどこだと思って、腸かと思ってですね、腸で調べたら一応ヒットしました。腸の状態がこの根幹をなすという出方は、アカシックレコードにサーチをかけるという私の占いですからね。変なツッコミはしないようにね。占いです。そういう占いは不謹慎だとかという誤諾も並べないように。占いです。腸がヒットいたしました。で、じゃあ腸内細菌かと思って、じゃあ腸をどうにかしたら変更できるのかという見方には反応がなかったんです。そうなんだ。ということで。なんか腸ならばどうにかできそうなイメージがあったんですけども、なんかその反応も出なかったです。こんな感じですね。腸だと思われる方っておられるんでしょうか。どういった仕組みで腸がそういう作用を及ぼすのかというのが、ちょっとイメージは、つくような、つかないようなという、第二の脳とまで確か言われてるはずなので、ありえなくはないのかなと思ったりもします。こんな感じですね。これ以上、深掘りは私の知識では不可能ということになります。それではまた次の動画で。